ファンネルがお送りするバイオハザード HD リマスターやっていきましょう。前回の動画でちょっとね、ゾンビにこの扉出てすぐのところで追われてすぐ入って逃げたとこだったんですけど、とりあえず今撮り始める前に外のゾンビは倒しておきました。ちょっとグダグダになるの嫌だったので、で倒したはいいんですけど、1体はここで倒したんですけど、もう1体この辺で倒したゾンビの、死体がちょっとなくなったんですよね。ちょっとそれが若干気になるんですけど、まあとりあえずその辺はまたどっかで出てくる可能性があるっていうことなのかちょっと分かんないですけど、まあ今回はあの前回なんか血清持ってきてとかって、多分東側かな、洋館ので、ヘビに、大型のヘビにやられたとかっていう人がいたところがあったんで、そこに持ってこうとは思うんですけども、こっちの方で剣じゃないな、鎧の鍵多分使える扉があるはずなんで、そこ行ってみたいなって、ここですね、思うんで、ちょっとね何出るか分かんないですけどね。ふっ、構え、いるな、スタンガン取っとこう。何の音今の、ここ何、マップ、小部屋あるね、小部屋まず行くか、あれショートカットか、こっち側、ここ犬出る、もしかして、怖っ、なんかどっかガタガタ言ってんな。ここがなんか部屋かな、ちょっと入ってみましょう。怖えな、構え、これ動くでしょ、マガジン取って、ちょっと待ってね、バック、何がいる、ちょっとやべえな、後ろなんかある、まあいいか、1体だけ、隣も起きる、やめろやめろ、スタンガン、ちょっと待って、こっち、やめろ、離れろ、噛まないで、ちょっと待って、うわー、これ悪循環だな、死なねえし、ちょっと待って、あ、これ死ぬかも、あーダメだった、わー、初めて死んでしまったよ。参ったな、この距離ではちょっときついな、となるとまたあれだね、ちょっと忙しいとこから始まるな。ちょっとロードします。ロードして回復使わないといけなかったが、それともまあでも逃げれねえもんな。下英語でなんか何が書いてあるか分かんないですよね。じゃあ出てすぐ撃たないといけないんで、よし、ちょっと待って、下がって、ここ走ってくんのよね。ただなぜか一発で終わるんですよね。で上から降りてくるのもいるんで、これが結構時間かかるんだよな、来るまで。かといってここ上向けて撃ちゃ当たんのかな、あれ下にいる、上だよね、当たるかな、
来い。当たってる。おお、これ怖えな。まだ生きてるでしょ。生きてない？階段で死ぬのはちょっとやめてほしいな。じわーっていうのも見えないよね。死んだかな。ああ大丈夫っぽいね。さっきの場所行っても死ぬかな。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと連発でできりゃいいんだけど、銃も。しかもアイテムあったもんね、あん中に。ですね、まずインクリボンはいらない。で、剣の鍵もまだ捨てるって多分使い終わったら出るのかもしれないんですけど、まあとりあえずはいいのでここに入れといて、で回復のハーブじゃ持って、どうすかね、血清も一応持ってく。血清一回置いとくか。よし、これでいこう。どうすっかな、距離取りたいけど。どこだったんだっけ、この奥だね。オイルとかの使い方が分かればもしかしたら一撃でいけんのかもしんねえな。どこだったんだっけ、こっちだよね。ここでこのおじちゃんが動き出すんだよね。あ、マガジン取ってバタバタしてるよってね。飼育係の日誌、夜警備員のスコットとエリアス、研究員のスティーブとポーカーをやった。スティーブのやつやたらついてやがったと。うんうんうん。なんだ、新しい化け物。いい、タイラントかなこれ。宇宙服を着せられた。あ、妙にかゆい。あまりに背中がかゆい。へえ、もう俺は宇宙服を着なくていいと医者が言った。足にも腫れ物。あらららら。ら。昨日この屋敷から逃げ出そうとした研究員が一人、もう漢字書けなくなってるね。ああ、とてもかゆい。今日腹減ったの。犬の餌食う。かゆい。かゆい。馬。ちなみにこれオイルって使うってやるとどうなの？あ、今は使う必要がない。やっぱ使えないんだね。どうすっかな。どこで戦うとこれいいんだ。距離取る。まあでも回復アイテムも一応持ってるから、スタンガンもあるからね。これでとりあえずこいつをぶっ破して、あっちにすぐ撃って、なんで、終わったか。いやーきついな。おお、バッテリーここじゃああれかね、バッテリー使わないで倒せれば1個予備で持てたのか。くっそー、でもこれ弾の無駄だな。どうしようかな、ここやる必要なかったな。ーくそそうだよね、ここでマガジン取ってだもんね。他になんかあればまた別なんだけど。あ、ドアあんのか。あ、違うよね、こっちは何、アルコール。
引っかかって動かない。ないね、他には何も。うわ、無駄だま。マジかよ。で、こっちは奥が多分あれなんだよね。ショートカット。で、ショートカットを一応開けて、ちょっとこっち行ってみましょうか。ここもまたガタガタ行ってんな。ここ犬出るかな。まっすぐ行ってだね。よし、ダッシュ。なんか外いる。これ帰り際出るな、多分。何？ここ何？お？これ危ねえだろ。蓋の開いた放水用ポンプがある。蓋の開いた、どこの蓋？放水しますか？ちょっと待って、怖いから。絶対葉っぱ暴走するでしょ。まあいいか。スイッチをどちらに回しますか？ちょっと待ってね。緑がこっち、ハーブの方。赤は何？赤はあいつらの方行くのかな。おっと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 、何何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 、ちょっと緑回してみっか。あ、間違った、赤にしちゃった。元気になってない？放水やめる。じゃあ緑。あ、これハーブの方か。ちょっと今はまだダメなんじゃない？これ。なんかここに、そっか。わかったぞ。多分ね、なんていうの、雑草を殺す薬みたいなのを入れて、まさかオイルじゃないよね。オイル。オイル入るかな。まさかオイルは入らんよね。待ってね。違いますね。除草剤みたいなの。どっかで見つけて使うんでしょう。でだ。ここは分かったけど、多分ゾンビ出る。ダッシュ。出なかった。じゃあどうしよう。ショートカットから出てもいいか？でもショートカットから行く必要もねえな。こっちから来たのか？復活してねえよな。あ、間違った。ここはあれだね、さっきやられたとこだもんね。こっち、なんかマップ、味方が、こっちか。で、とりあえず、上でも鎧の鍵で多分開くとこあるんだよね。まさか復活してねえよな、ゾンビ。回復アイテムは残ってるね。よし。階段で死んでますね。
多分ここを鎧で開くんじゃない。ああ、兜か。じゃあダメだ。んじゃあちょっと右側洋館行ってアイテムボックスあるとこ行ってあれかな。まあ一応でもここで血清持ってった方がいいか。持ってんだっけ。持ってないよね。よし、でんで、こっちに結成だけ入れておけばいいよね。調合者ハブも一応持ってた方がいいか。なんかそんな気がしてきたな。でもな、必要なものばっかだよな。こんな感じでいくか。よし、じゃあいざ反対側へ。ちょっとね、忘れてるんですよね、あのヘビにやられた人がいるところ。多分あの人ゾンビになってるでしょ。でもわざわざ上から行く必要ある。まあいいか、上から行くか。多分こっちが、ここがあれだよね。そうだね。ゾンビいないでよ。大丈夫だ。これであっち側に行って、てかそういえばバリーいなくなって結構経つけど、どこに行っちゃったんだろう。で、あっち側行けいいんだな。下から行けないよね。なんか右下はまだ、あ、そっか、行けなかったんだね。上からしか行けないんだっけ。こっちだよね。なんか出てきそうで怖いんだよね。結成がフラグになって新しい敵が湧くっていうのはまあありえなくはないから、あれ、これこっち右側ってまだ行ってないんだっけ。右の奥、あ、ここがあれかな。あれ、あ、そっか、この人がやっぱり間に合わなかった。大丈夫、ゾンビになんない。なんか間に合わなかったとか言ってほしいな。でも今ボスエリア行っても倒せないよね。これ次来た時絶対あれでしょう。どうしよう、セーブしてねえからな。でも行くしかないのかな。倒せないよね、武器足りないもん。まあ、場合によっては逃げるか。どうなってんのこれ。まっすぐ上があれか。いるな。マジか、こんなとこいる。倒れて、あー、スタンガン使っちゃうよ。死んだのかな。さすがスタンガンだね。あ、血広がってるね。こっちは多分限り盾か。くそ、こんなとこでスタンガン使わされて。ここまずいでしょ。まだあれ
ヘビいると思ったらいないね。マガジン。ああ、これ戸棚動かせんな多分。暗くてよく見えない。ライター使うとか？ああ、キャンドルある。火つけたけど、これ以上持てません。ああ、出たよこれ。いいっぱい持ってるよ。まあ、ちょっといろいろ探索するか。押せ。押してここってなんかあんだっけ。おわ、ちょっと待って待って、ちょちょちょ、危ねえ危ねえ危ねえ。当たんねえのかい。一発ってことはないでしょう。起きてよ。よし。ちょっと丈夫すぎませんかね。次起きたらちょっともうちょっと下がるか。ああ大丈夫だ。いや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 、何、なんかあった？ああこれは譜面だね。ちょっとアイテム整理しないとダメだね。よし、じゃあ一回戻って、あの人ゾンビになってないかな。血清打てなかった人怖いな。組み合わせ、よし、ちょっと気をつけていこう。なんで、なんでゾンビ湧いてる。なんで湧いてんのこれ。ちょっと強いんだって。だから耐久力高くない。さすがにやったでしょ。怖いな。血が見えないんだよな。リチャード、あ、ゾンビ消えた。あ、いたいた。このハーブも欲しいもんね。こっち側のアイテムボックスってどこにあるんだっけ。1階か。階段の方まで行かねえとダメか。絶対ゾンビ湧いてるよね。でももう何かフラグが。こっちから行くしかないんだけど、で、こっちの奥だな。一通になってるから、とりあえず譜面と多分ランチャーパックみたいなのとハーブ2個だから、4つぐらい開けときたいとこだね。枠は。いるか。さすがにいないか。うわー来たよー。早いんだよこいつ。待って待って待って、よし。いやー毎度これだよ。よし、じゃあ、お、なんだ、なんか増えてるね。あれ、ここに誰か置いてくれたのかな。まあいいや、とりあえず今回じゃあ以上にして、
またね、セーブっていうか次の動画ではここの外のゾンビは倒してからスタートしたいと思います。で、まあここにランチャーなんかパックあるんで、まあ、ここのやつ拾って戻るのと、あ、マガジンも2個起こってんね。すげえな。はい、じゃあ次回はできればヘビ討伐までいけんのかな、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。またねー。